はい、どうも、こんにちは、ヒロチューブです。ということで、今回の動画は、エイムアシストがね、強化されたということですね。このチャプター2の、どの武器がエイムアシスト一番効いて、まあ、戦いやすいのかっていうのをね、実況解説していると思います。まあ、ということでですね、初動りはちょっといつも通りのね、ここのガソリンスタンドっぽいとこ行きましょう。お、これ敵被ってくるっぽいね、この感じ。来るね、敵。来ましたね、これ。あ、来た、トマトヘッドさん、こんにちは。いいね、めっちゃ弾当たるね、これ。素晴らしい。よし、ということで、ある程度物資は揃い終わったので、まあ、次はね、あそこの一軒行きたいと思います。さっきなんかね、降下してたから、もしかしたら敵いるかもしれないんだよね。さあ、ということで、敵はいる。あ、漁られてるね、一応。いるっぽいね、これ。毒ガス投げてる。お？これか。いた。オッケー！なんか自爆してねえか、これ。めっちゃ一人で毒ガス投げてるよ、この人。ということで、横の壁壊して、宝箱も漁られてないから、何が出てくる？アサルトかな？あとは、バンテージバースが来た。よし、一応武器アサリ終わったので、次はドッグパンド行きたいと思います。一応個人的に、ね、今回、このエイムアシストが強化されて、まあ、一番使いやすい武器で言えば、通常のアサルトライフル。もう一つは、サブマシンガン。この今持ってる青サブマシンガンね。このサブマシンガン系が強いかなと思います。で、そのサブマシンガンがなんで強いのかとかね。なんで普通のアサルトライフルが強いのかっていうのも、実際にプレイしていきながらね、解説できればなと思います。ということで、音はするんだよな、足音は。どうなんだろう。ボットの足音だから、一体倒すか、これ。一体倒しといて。おぉ、ランチャー出てきてる。恐ろしい、恐ろしい。ランチャーも違えるんだけど、これ。なんだ、なんだ、なんだ、すごい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 。すごい音してるぞ、これ。あ、ボスか、これ。ボスの音か、これ。あ、車が来てるな、これ。敵来るな、この感じ。なんか後ろ回しをするな。変装したっぽいな、この感じ。ん？あれ、ヘンチャンってバースト持っとったっけあれ。楽にカクつくな、これ。でもね、変身しとったよな、これ。ですよね。ヘンチャンってバースト持ったっけって思ったけど、持ってないよな。でもこれまだあ、いる？開けられてんな、これ。お母さん、いけとっか。反応ないな。あ、向こう側か。近いな。この先に、できるっぽいな、これ。こっからちょっとしゃがんでいくか。奥側でアサルトの修正するんだよな。ナイパの修正もするな。こんな武士仲じゃないもんな。あ、え？ボス今やってる？なんだあれ？ボスマーク出てるぞ。え？どういうこと？今ボス戦ってんのこれ。あ、これスナイパー近いな。あ、これがあれか。あ、ボスいる、ボスいる、ボスいる。あれ、ボスいるわ、これ。雇ってんのか、これ。そういうことね。雇ってんだ、これ。危ね。スナイパーいるな。これ、後ろから行って、これか。え？え？おりゃー、危ねー。ご両親強えな、これ。仲良くするか。危ね。痛いよ、めっちゃ撃たれてる。私、一旦これで回復した。デカポンもらって、多分ね、向こう側にも敵いたんだよな。あ、いるな。ナイパー欲しいな、これ。ナイパーで、押しといて、あれか。え？頭いた？うわぁ、腰打ち当たる、これ。強すぎる。いいね。あ、来た来た。痛い痛い痛い。向こう側にいるな、次、これ。あっぶね。いや、この距離でもね、サムマシンガン、エイムアシストかかってんだよな、ちゃんと。いや、遠いな、ちょっとさすがに遠すぎる。あれか。よいしょ。逃げよう、これは。これで、一旦追い上がって。え？一旦追い上がろう、これは。あー、敵いるな。いけるかな、これ。いや、この距離マジでね、これ反動でかすぎて当たんないんだよな、これ。だから、これで、行くしかないな、これ。だからの、近距離でも近寄ってって、ここで。この距離だったらドラムがまだ強いけどな。さっきの敵の位置が不明なんだよな、これ。一旦ちょっと車線切りながら、デカポテも飲むか。もしかしたら金庫の中漁ってる可能性あるんだよな。さあ、どこだろう。足音がしないんだよな。よし、敵いないから、ちょっと一旦ここ離れよう。もしかしたらね、角待ちしてる可能性あるからな、これ。だから、ちょっとこういうところあんまり深追いせずに、
ちょっとアンチ移動って感じで移動しちゃいましょう、ここは。一応ね、このなんか、個人的にサブマシンガンでちょっと思うのが、おそらくね、初弾の10発ぐらいはね、結構当たるんですよ。命中率いいんですよ、これ。なので、いかにこの初弾から当てれるかっていうのは結構重要かなと思います。まあ、視点移動とかマジ結構大事にしないと、視点移動で結構変わってくるからね、ちゃんと一発目から当たるか当たらないかで、初弾の10発命中率いいんだったら、初弾から当てた方がやっぱ一番いいからね。あー、敵来てるな。来るかな、これ。どうだろう。あ、食らった、これ。食らうんか、これ。オッケー。なんか自分で踊ってたな、この人。ははは。ありがとうございます。いいね。これ、ランチャー車貫通するのこれダメだし。強くないか、ランチャー。あ、敵いるわ。で、この距離で、サーマシンが狙えたら、やっぱ初弾結構当たるね。あ、でも普通に命中率いいな、でも。初弾の方がマジで命中率めっちゃいいんだよね、これ。サンマシンガンも普通に強い。でも今の距離はちょっとね、アサルトの距離な気がする。ちょっとね、ここは距離が遠いからバラつきあったけど、マジでちゃんと距離感さえ守れば、サンマシンガンでめっちゃ当たるからね、これ。さあ、こっち側で銃声するから、ちょっと敵を倒しに行きますか。どこいるんだろう、これ。あ、あれか。このちょ、サンマシンガンやってみるか、これ。ここで。いや、当たるね。めっちゃ当たる。エイマシストいいな。強いな、これ、本当に。おほほほ。強すぎる。あれだね。金本持って、完璧だね。もう最高な武器やん、これ。まあ、あとは次あれだね。青さとかちょっと欲しいね。サムシンガーマジで距離さえ、本当に今のね、20メートルぐらいの距離かな。この距離さえ守っちゃえばマジでめっちゃ強いんで。それより離れると、ちょっと拡散率の問題上ね、どうしても弾当てづらくなると思うので、今みたいに20メートルぐらいが一番ベストかな。あ、この奥から銃声してるな。なんだあれ、びっくりマークついてる。なんか NPC 雇ってるな、あの感じ。行くか。俺多分バレてないな。バレてないんだよな。持って。あ、インパス逃げてんのか、これ。なるほどね。戦えようかな、これ。戦い合うぞ、これ。やり合うな。終わりましたね。オッケー終了です。ありがとうございます。ということで、クラブも回収して。どうしたの？あと、これタクティカル持つか。なんか、ショットガンで一発で撃破れちゃったからな。ということで、ちょっと金屋さん欲しいな。紫以上のアサルトが欲しいんだよね。一応なんかね、このスエティの奥の方にね、金武士あるから、ちょっとあれ取りに行こうかな。金武士も一緒の武器、の色違いが出てくるかとか、なんか武器が結構偏りがあるからね。なんか相手うまく出てこないから、こっからね、アサルト来てほしいよね。さあ、出てくるでしょうか。来い、頼む。来い。いや、ポンプ、じゃあ、タクショかい。タクショは、強いけどね、タクショもタクショで。強いんだけど、やっぱソロはね、結局ポンプが強いんだよな。あ、これいるな、敵。これ、バーンってやると、これで、これ100当たるんだよな、これ。これで。これで壊すか、これ。これも壊れるな、これ。オッケー、いいね。じじ？当たれてる。当たれてますね、これは。これで受けて、弓で、あー当たんな、これ。弓むずいな、これ。おや。全然当たんないけど、俺。やって100当たった。からの、いや、拡散率やっぱでかいなこれは。さあ、サルトはね、マジで拡散率がでかいから、この拡散率をいかに狭めたりとかできればね、マジでかいんだけど、そう、アサルトのおそらくね、個人的に思うのは、0.1 秒。これ、わかるこれ。この状態ですと、弾めっちゃ拡散するんだけど、0.1 秒、ちょっとやってから、ほら、十字、ほら、ぴったり十字になるでしょ、これ。で、ここでこうやって打つと、レティクルの拡散率が狭まるから、結構ね、弾当てやすくなるんだよね。まあ、敵近いな、これ。いいかな、これ。下だな、これは。おい、ワンパーン。ポンプ強すぎ。さあ、もう早くもラスト 1v1 だな、これ。さあ、これラストどこにいるんだろうな、敵。あの、個人的にはアサルトが一番強いのかなと思うけど、バーストも強いけどね、バーストも3点バーストになって、で、打つ感覚もちょっと遅くなったけど、中距離から遠距離で当てれるんやったら一番バーストが強いんだよね。でも、パッドのエイムアシストってなってくると、多分ね、おそらくほとんどの人が、遠距離狙えないと思うから、できれば、まあ、中距離気味で、打っちゃった方がいいかなって考えた時に、やっぱり、紫以上のアサルトが結構ね、強いんじゃないかなと思うんだよね。うん、アショートするな、これ。近いな。金本でいくか、これ。裏か、これ中だな。いた。え？これで、
行くぞ。行け。下降りたな、これ。上がってきたな、これ。からの。オッケー。いや、綺麗に決まったね。てな感じで、まあ、エイムアシストをうまくね、活用するためには距離感を大事にすることと、あと、アサルトだったら、しっかりとね、一発目からこう、レティクルが合うように、ちょっとね、0.1 秒 ADS してから撃つとね、結構当てやすくなると思いますので、ぜひ皆さん、やってみてください。ということで、この動画参考になったなと思ったら、高評価とチャンネル登録、クレタサポート、そしてツイッターのフォローもよろしくお願いします。ということで、キル数の方が16キルということで、動画を最後見ていただき、ありがとうございました。